腹空きましたか？うん。今できるからね。はい、お待ちかねです。はい、お待ちかね。ちょっと見に来てくれてるかね。お母さん、見に来てくれてるかね。はい、はい、サンズ姉さん、はい、アンズ姉さん、アンズ姉さん、はい、よしよし、あ、ちょっと出れたぞ、よし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 、よし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 、よし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 、シンくん、シンくん、シンくん、止めたからね。アンズちゃんまだ痩せてるね。うん、そうかね。まあ来た時よりは全然いい。そうだね。ちょっと、あれ、おじちゃんそこで食べるの？おじちゃんに撫でられちゃったからね。あおさん撫でた。うん。はい、こちらにあるようだと。うん。来た来た。はい。はい、リカちゃん。うん、来たね。うん、来たリカちゃんね。あ、でもお腹もまるっとしてるし。そう。うん。あのちょっと縦に長い。ね、うん、あと首も前よりなんかちょっと背骨が取れるかなって、うん、まあちょうどいいのか。うん、本当はね、あの背骨が触れたり、あばらはちょっとだけここが触れたり、うちの人たちはちょっとね。そうなのね。はい、ここからね。はい、シャンくんおいで。3時の時でいた。はい、ちゃんくん。ちょっとシオンくんがね、ラブくん化し始めたからね。すいませんね、ちゃんさん。多分ね、若いパワーを持て余してるんだと思うんだよ。それからポンちゃんは、ポンちゃんお目目ももう一回見せてくれる？ああ、ああ。よいしょ。ちょっと目やには出てるけど大丈夫そうだね。ポンちゃん、目薬あったよ。我が家に来た時に、目やにがあるっていうことで病院から目薬が出ていたやつが、これは賞味期限とは言わないね、消費期限になるのかな、使用期限、使用期限か。あれでも2016年になってるよ。あ、じゃあなんかの時に病院に行ったんだね。かもしれないんだけど、うん、なんかの時にあの
まだ夏美ちゃんって言ってた時に、夏美ちゃん、目はあれだから、もらって帰ったのかもしれないね。そのうちでは全然大丈夫だったんですが、あ、まあ、でも何回かだったっけ、うん、そう、うん、じゃあこれを刺せば治るんだよね、はい、あ、ごめんごめん、俺が押さえてなきゃね、私一人でできるかな、はい、うん、どうやったらいいの、なんか前はね、2回くらい私一人でなんかね、後ろからこうやってピッて刺せたんだ、ぽんちゃん、ぽんちゃん、いくね、ぽんちゃん、はい、ぽんちゃん、いくね、はい、ぽんちゃん、いくですよ、うん、いくね、うまいよ、はい、リカーさん、あ、ピリッてな、はい、ピリッてな、はい、いくだね、はい、いくだね、はい、いくだね、はい、はい、ごめんよ、ごめんごめん、大丈夫、大丈夫、はい、いくだね、いくだね、現在、あんずちゃんはちょうど3階のベッドで寝ています。寝込みを押そうと思っている、あら、起きちゃいました、起きちゃったけどまだ寝ぼけていそうなので、はい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 、ちょっと嫌がったけど撫でられたらおとなしくなりました、あんずちゃん、はい、あんずちゃん、実はですね、この3階のベッドの位置は、まおいさんにはちょっと高いんですね、顎とか鼻の高さになるかな。でも手を極限まで伸ばさないとっていうような高さなのでですね、ここに関してはパパが行くしかないと。で、パパがやるんだったら寝込みを襲うしかないねというのが、はい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 、どうぞ。アンズちゃん、珍しい、久しぶりに来たお手伝いの人、はいはいはい、じゃあこのぐらいにしとこうか、背中 OK、 顎、横の顎はシャーね、これからちょくちょくお邪魔しますよ、アンズさん、はい、ジャン君、じゃあ他の子を優しく撫でた後はジャン君を撫でなきゃいけないっていうことにしましょうか、そうですね、撫で待ちに来たのね、うん、こっちにね、ぐる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 、気持ちいいね、ジャン君、いい加減ね、ジャン君、てか、それは好きだからでしょ、そうか、だって普通はさ、うん、目をが合うとさ、にゃんこがさ、うん、怖かったりとかさ、威嚇だったりとかして目をそらせるじゃん、うん、それ散々やったじゃん、最初の2年ぐらい、そうだけど、でも意外と見てじーってなんていうか、こう、あ、ジャンクに見られてるっていうことが結構あって、うん、ジャン君ってすっごい顔見てくるなって思ってたんだ、ね、ジャン君、そしてすごく顔見るよね、顔見るのね、ジャン君はね、どうしたの、
くるるって言った。変なポーズ。ちょっと変なポーズ。